すごい貴重な体験ができて幸せな時間でした。明るくてとりあえず楽しそうな感じの雰囲気の表紙にしたいなっていうのはあったので、楽しいイメージを持ってもらったらいいなと思います。まあ、今の流行の色だったりとか、みんなが高校生とかが好きそうな色を考えて、あとはバランス見ながら考えていきました。ヘアメイクだけじゃなくてスタイリングとかも全部打ち合わせをしたのが初めてだったので、すごいいろんなところまで考えれてすごい楽しかったです。即戦力だと思います。今すぐ明日から来てほしいです。皆さんすごいパワフルですごいなと思いました。すごい楽しかったです。今日はすごく勉強になったんじゃないかなと思います。出来栄えは100点です。